一点だけ。CC メルセデス。今まで、ずっとずっと、いいピッチングを続けてくれて、ありがとう。そして、お待たせしましたやっと、CC メルセデスに、初勝利が、つきました。ずーっとね、勝ち負けっていうので W と L があるでしょ。その W がね、永遠の0だったんですけど、今日ようやくね、棒になりました。はい。本当に待たせました。本当にごめんなさい、今まで。ということで、今日はこれで一緒。痛くなったらメルセデス。いや、しょうもな。大チャンネルです。というわけで、本日も首位のソフトバンクホークスとの、本拠地での試合になりましたけれども、本日も見事に2対0で完封勝利ですよ。あの2日間で33得点取っていたホークスはどこに行ったんだとね、ロッテファンの私でも思いました。そのね、非常に暴力的な、そして強力的なホークス打線相手に、2日間で1点しか取られてないっていうね。昨日の先発佐々木朗希投手、そして今日の CC メルセデス投手、両先発が本当に本当にしのいでくれてね、2日間で1得点でここまで抑えているという。はい、本日も2対0でマリーンズビクトリー。7連勝です。あの、この前、4月の末ぐらいに7連敗した時あったでしょ。俺、その時、楽天ファンのアコちゃんにね、7連敗って言われたんですよ。はい、めちゃくちゃ煽られたんですよ。だから今度は逆に、7連勝調子に乗るのはこれぐらいにしておきまして、本日もね、まあ、打線はね、まあ、そこそこ援護っていう感じだったんですけども、なんといってもほんと CC がね、ずーっとね、QS とかを切ってきたわけですよ。約1試合を除いて。ずーっと QS を切ってきた中で、勝ち投手になれなかったっていうね。まあ、リリーフ陣が点取られたっていうところでもありましたし、打線が援護できなかったっていうところもありました。もういつね、俺に1勝目が来るんだとね、もう CC も、多分人間なんで思ってたところはあるんじゃないですか。はい。だったら、俺が投げればいい。俺がもっと投げればいい。俺が点を取られなければいいっていうね。そんなピッチングに見えた今日。そして、あのホークス打線相手に、8回無失点。自分の勝利は自分で掴むものなんだっていうね。その CC のなんか覚悟のマウンドに今日見えましたし。まあそれにね、まあちょっとだけ打線も応えて。2対0と、完封勝利。はい。CC は8回を投げて無失点。それから9回ね、鈴翔がね、まあ、若干危ういところもあったんですが、見事にしのいでいって、あのホークス相手に完封リレーですよ。本当に素晴らしい。もうなんだろうね。俺たちは止まらない。おお、叫ぼう。誇りを胸に。まさにこれよね。俺たちは止まらない。叫ぼう、誇りを胸に。これよ、まさに。明日も止まらずに行きましょう。ということで、まあ、ざっくりね、ピッチャー陣の方は振り返っていたんですけれども、今日ね、まあ、ゲッツーが多かったですね。ランナー出すんだけれども、ゲッツーに打ち取るっていう。まあ、今日ゲッツー4つありましたかね、ロッテの方は。まあ、まずは、リチャード選手が、2回でしたかね、ゲッツー打って。それから2つ目が山川選手。それから3つ目、三森選手。代打の三森選手がね、試合中盤から終盤にかけて出てきましたけれども、ここゲッツー。それから、最終回、シュート選手ゲッツー。あの周東選手ですよ。普通に強いセカンドゴロ飛んでいってね。小川選手もね、セカンドベース上でね、アウトにするんじゃなくて、ランナーにタッチしながら一塁に投げるっていう、あれも小川選手ね、非常にファインプレーだったかなというふうに思いましたが、周東選手をゲッツーに取れるとは僕思ってなかったのでね。なんならもう普通に進塁打でいいやぐらいの感じ、周東選手をランナーに置かなきゃいいやっていう感じで見ていたので、あれ本当にゲッツー取った瞬間に騒ぎ倒してしまいましたね。はい、ワンちゃん家揺れたかもしれない、騒ぎすぎて。という感じで今日ゲッツーも多くてね、まあ、ホークス打線に若干助けられたっていうところでもあったんですかね。まあ、その中でもメルセデス投手、そして今日増田投手がなく鈴翔というリレーで、ホークス打線無失点で抑え、首位のホークス相手に勝ち越しを決めました。はい。そして、ホークスと6ゲーム差。まだ6ゲーム差あんの ?7 連勝してもなお6ゲーム差あんの、うん、どんだけ今まで開いてたんだっていうね。まあ、ロッテが連勝を続けてる中で、ホークスも連勝を続けててね。昨日の段階で、勝った方が6連勝っていう感じだったのでね。まあ、だから5連勝してる間、ホークスも5連勝してたんで、ゲーム差が縮まらなかったと、いうことで。日ハムは?日ハム今日どうなん?日ハム。でも、なんなん?マジでもう。
縮まらんやん、ゲーム差。どうなってんの本当に。このチーム。だから、俺らに関しては、日ハムとのゲーム差縮まらんから、ただ単に日ハムファンから感謝されて終わりなんよ。ホークスとのゲーム差縮まりました。ロッテありがとう。なんやねんそれ。たまにはね、ちょっと俺らにも2位という姿を一回見せてくれよ。ホークスに一番近い順位を俺らにも見せてくれよ、日ハムさん。エスコンでどんだけ僕らがあなたたちにね、勝ちをもたらしてあげてるか。もうちょっといいじゃないですか、そろそろ。まあ、ファイターズともね、まだ 1.5 ゲーム差でありますのでね、まあ全然ね、追い抜ける状況でもありますし、ホークスとは6ゲーム差になりましたのでね、明日の試合が非常に大事になってくるというわけでございますね。まあ明日のことを言う前に、ちょっとだけね、打線の方も振り返っていきますか。なんと今日先制しました。もうここ2戦ね、この3連戦迎える前の僕のあの動画がなんか本当に的中してるんだなっていうのを感じるんですよね。昨日で言ったらね、朗希投手が初回いきなり先制されたけれども、その先制1失点で、踏ん張れた。満塁のピンチで追加点を取られることなく抑えられたっていうところがまず大きかったよっていう話をね、したかなというふうに思いますが、まあ、先制されても最少失点で抑えようっていうね、そこが一つ、課題というか、大きな分岐点となるよっていうところであったんですけども、今日は逆にね、ロッテが先制しましたと。まあ今日でね、8試合目でしたけれども、このホークス戦。はい。まあ7試合のうち6試合で先制されてましたから、まあ昨日はね、そこから逆転勝利っていう感じでいけたんですけれども、今日は逆に先制できたということでね、2回の裏、ソト選手ツーベースの後、角中選手がしっかりとランナーを進めるフライを打ってくれました。あ、そういえば、ハッピーバースデー、勝也、カクラカ。そしてトシ君の内野ゴロの間に1点を挙げると。はい、ここタイムリーっていうね、綺麗な感じの点の取り方ではなかったですけど、もうこれでいいのよ。うん、先制することが大事ですから。相手よりも前に点を取ることっていうのがね、やっぱこのホークス戦特に大事だなと僕は分析してるので、まあ、やっぱりこの1点を掴み取る野球ですよね。はい、これ非常に大きかったところでございましたと。それから、また 1-0 の攻防が続いていった中でね、4回の裏に、ね、ふったり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 、ね、ふたり選手、今シーズン第5号のソロホームランで、貴重な追加点が千葉ロッテマリーンズに入りましたということで、ここ大きかったっすね。ホークスに追いつかれる前にもう1点追加点を取れたっていうのも、これによってね、やっぱ CC も2点あればっていう感じで投げやすかったと思いますし、まあ、CC が2点以上取れるビジョンが見えなかったので今日。まあ、このネフタリのホームランに関してはね、まあ、1打席目のツーベースの波に乗って、確信のホームラン素晴らしかったんじゃないかなと思います。はい。まあ7回の裏だったりとかも、欲を言うと点取って欲しかったんですけどね、2アウト満塁というところでポランコ選手でしたから、まあまあここは細かいところは今日いいかなと思います。はい、今日はもう CC がすごかった、鈴翔よく緊張の場面で踏ん張った、ネフタリよく追加点の場面でホームランを打ってくれた、星君がリードも含めこの1点を掴み取るバッティングをしてくれた、もうこれもう以上です。素晴らしい。さあ明日の試合です。今日勝ったことは今日勝ったことで、今日の夜の11時59分までは、ワイワイしていいと思うんですが、もう日付が変わった瞬間に明日の試合のことを考えましょう。明日ね、僕の当初の、先発の予定では小島投手だったんですけれども、岩下投手が、明日先発のマウンドに上がるということで、まあ岩下投手もずっとリリーバーだったんですけどもね、明日はオープナー的な感じになるんですかね。まあ、ブルペンデーになるかもわからないですし、まあでも岩下投手も先発の経験はありますから、まあ先日の唐川投手みたいな、まあ5回までをきっちり投げ抜いてもらうっていうね、そんな感じの、使い道になるのかなっていうふうに個人的には予想しておりますが、まだね、6ゲームあるので、まあ言ったら、明日勝たないと、まあ、意味なくはないけど、意味あるけど意味がないみたいな。まあ、やっぱりよくよく考えるとね、3連勝って3ゲーム差一気に縮まるんですよ。2勝1敗だと1ゲーム差しか縮まらないんですよね。ここの差って俺この先ね、交流戦入ってからめちゃくちゃ響いてくると思うんで、明日ね、マジでソフトバンクに3連勝して、その流れの勢いのまま交流戦も入れますし、交流戦って本当にね、パリーグの中でも相当順位の変動激しいと思うんで、一番勢いに乗ってるパリーグのチームはマリーンズだっていう感じを見せて、セリーグの球団にもね、プレッシャーを与えるような試合を、明日交流戦まで最後の試合ね、やっていただきたいなと思います。明日は、もう勝ち越しは決めたけど、マジで大事な試合になると思いますんで。はい。絶対に勝ちましょう、明日も。はい。ということで、明日も生配信やらせていただきますので、必ず勝利をつかみ取れるように全力で応援していきます。ということで、明日の試合も、マリンズ、ファイティン！CC、あなたが、マリンズファン、大好き、ナンバーワンと言ってくれたように、
僕からもその言葉を。CC メルセデス。大好き。You are number one!